はい、本日はですね、3月の気になるニュースをね、ご紹介していきたいなと思います。ということで、こちら毎月ですね、ファッションニュースをご紹介させていただいてはいてるんですけども、3月はですね、いよいよ春物がずらっと来てます。で、3月上旬やったらですね、まだまだ買えるものとか、揃ってるカラーもあるんですけども、3月下旬だったらもう知りませんよ。ないないない言うたって知りません、いうことなんですけども、僕はですね、この動画を撮るにあたって、毎回そうなんですけども、ありとあらゆる雑誌をもう片隅から隅まで全部読み漁っております。で、その読み漁った状態で喋っておりますので、まあ、どうやって読んでんのって方もね、楽天マガジンっていうのがあるので、僕はそれも入っちゃってるのでね、440円かなんかでも読み放題ということで、もう全て読むということで、まあ、読ませていただいておりますので、まあ、そんな中からね、こう厳選して、厳選して皆さんにこう気になるやつをね、ご紹介していこうと思ってますので、本日の流れとしてはですね、5、6点かな、気になるニュースがありましたので、そちらをご紹介していこうと思います。ということで、まず一番最初はですね、まあ、ノースフェイス関連からいきたいなと思うんですけども、ノースフェイスのね、新しいラインみたいなのがなんか登場しておりました。で、これは僕もちょっといまいち分かってないけども、なんか白をベースにしたジャケットということで、素材をね、あえて染めへん、なんか無染色技法っていうのをね、使ってるらしくて、まあ水とか、染色の時ってめっちゃ水使うんですよ。で、そういうのを極力なくしていったりすることで、まあ環境とか、そういうのをね、軽減していこうということで、環境の問題にも対応しますよっていうのがこのラインみたいなんですけども、前ね、2年か3年前に蜘蛛の巣の糸の使ったダウンジャケットって出たじゃないですか。あれ、どないなってんのと思ったりするんですけどもね。まあとにかくそういう環境問題とか、そういうサステナブルとか、そっちにこう特化していってるんだよというところで、こんなんもね、取り組みとしてやっているようです。まあ僕の視聴者さんあんま興味ない人多いかな、ちょっとわからんけども、まあリテラシー高い方はね、そういうの好きな方多いかもしれないんですけども、まず一つ目がそんな感じ。で、二つ目もね、ノースフェイスなんですけども、なんかパープルレーベルのね、なんかコラボのやつが出てきてね、僕普段パープルレーベルの話あんませんねんけども、これなんか面白い形してるなと思ったんでね、ご紹介していくんですけども、まあ、パッて見てもらったらね、これ子供のなんかスモックというかね、絵の具用の服なんかなと思うようなね、ユニークなね、形してるかなと思ったりするんですけども、一応はなんか撥水加工とか出てて、で、3万3000ぐらいで出されてるっていうことなんで、モンキータイムっていうね、ブランドかななんかとこう別注でやり取りしてる、コラボしてるみたいなことなんですけど、まあパープルレーベルってこういうの着こなせれる人やからね、僕着たらね、ようこんなん収まりませんよ。こんなん無理やねんけども、まあこういったコラボのやつが出てますよということで、まあ今回ノースフェイス2つ紹介しましたけど、ノースフェイスに関してもほぼほぼ貼るものってもう出てきてますし、それ以外にもね、ありとあらゆるブランドのこういったマウンテンパーカーも勢揃いで今出てます。でも雑誌とかでもずらーっと並んでるから、今この3月上旬やったら結構買えるもん多いと思うんですけど、3月下旬とかやったらやっぱ新色とか人気のある色っていうのはね、もうなくなってくると思いますので、気になる方はね、もう今バッて行った方がいいと思うんですけど、まあ、ちょっとね、今回この変わり種をね、ご紹介させていただきました。そして次がですね、パーカー系ですね。で、パーカー系もね、やっぱりもう今全盛期というか、もう今ガーッと出ててですね、まあ、特に人気のやつとかやったら、まあ、春夏にね、人気のパタゴニアのね、P6 ロゴってこう、パタゴニアってロゴ入ってる T シャツとか、あとそれのパーカーとかもあるんですけど、それももう出てきてるということなんで、あれ大体夏場になったらもう完売してるんですね。もうなくなってるわ、いうことなんで、まあ欲しい方はね、もう今のうちにパーンって買っといたらね、今年は買えると思うんですけども、この辺はずらーっとやっぱ人気で、ね、出てきてましたね。で、僕もね、パーカーのね、比較動画作ろうと思っててね、例えばチャンピオンとかね、あとはまあ、シュプリームとかね、で、それ以外によってループウィラーとかね、そういうところのパーカーをちょっと比較してね、視聴者さんから見たらね、何が違うんかなってわからん方もいらっしゃると思うんで、これ実はこういうとこ違うくて、こんな感じになってるんですよ、みたいなことをね、こう、なんかディティールとかね、雰囲気とかそんな言葉じゃなくて、しっかりと明確にね、お伝えしていこうと思ってますので、まあそういった P6 ロゴ系もね、今出てきてますよ、というお話になっていました。で、次がね、スニーカーなんですけどね、スニーカーがね、まあそろそろまあサンダルとかも出てくるんやけど、その前にね、ちょっとまあ防水のスニーカーね、他をね、今年まだ出てきておりませんでした。で、おかしいな、っていうことなんで、いろいろこう調べていったらですね、エコーっていうブランドね、ご存知かどうかちょっとわからないんですけども、北欧のね、ブランドがあるみたいなんですけど、そこのブランドからもゴアテックスのスニーカー出てるんですよ。で、値段もまあ他オネオネぐらいな感じなんで、これも一回ちょっと買ってみようと思ってね、これ買った上で、まあ履き心地とかね、まあ、もちろん防水性はあるんやろうけども、クッション性とかね、そういうところもね、お話ししようと思ってますので、これはまた近々購入してレビューすると思います。そしてそれ以外にはですね、4月か3月かちょっと忘れたんですけども、スノーピークのサウナ部屋っていうかサウナ室みたいなのができるみたいなんですよね。これはね、ぜひとも行ってみたい。ただ多分距離遠いんだと思うんですけどもね、スノーピークって結構キャンプ場があったりとかいろいろするじゃないですか。じゃなくて今回に関してはもうなんかサウナとかもあるような宿泊施設なんかな、ちょっとはっきり分かってないんですけども、まあ、とにかくサウナはあるってことだったんで、もう僕はサウナのことしか覚えてないんですけども、まあ、キャンプやってはる方とかも多いんでね、これはちょっと行ってみる価値ありかなということで思っております。まあコロナがちょっと落ち着いたらですけどもね、面白いんかなと思ってて、次はね、春先に向けて、僕のこの視聴者さんってお父さんの方も多いのでね、息子さん娘さんがいてるよって方も多いんですけども、ランドセルのご紹介です。ファッションブランドもランドセル出してるってことで、
で、あの土屋カバンとかはね結構有名なんですけども、今回紹介するのはディーゼルです。ディーゼルからもランドセル出てるんやということで、今もう個性の時代ですからね。昔僕らの時は黒と赤しかなかったんやけども、今とかでも何色でもいいよということで、ディーゼルから出てて、これお高いんでしょと思ったらですね、まあ値段は8万9000円ってことなんで、もうそんな高くないかなと。ランドセルってまあ結構高いじゃないですか。もともとの普通のノーブランドでもまあ5万とかね、高いもので10万とかしたりするから、それ考えるとあんま高ないんかなと思ったりするんですけども、また一つ残念なことですね。今年の小学校入学の方は無理です。来年です。っていうのもね、販売が、今年の4月の中旬からね百貨店で販売されるってことになったんで、2023年に向けて、購入ってことなんで、まあ、もしかしたらね、僕の視聴者さん的に言ったらお父さんが多いけども、おじいちゃんの方も中にいらっしゃるから、お孫さんにちょっとディーゼルのランドセルわし買ったるねんっていうのもねありかなと思うんですけども、そんなところでねお話をさせていただきました。で、まあ、今月に関しては特に変わり種ってないんですよ。もう定番品がずらっとめちゃくちゃ出てくるから、特に取り上げることってあんま少なかったんですけど、来月再来月はねもうちょっと 春物がもう終わりかけるんで、この時に別注とかコラボとかがいっぱい出てくるんですよ。服もダウンジャケットもそうなんですけどもね、10月11月にできて12月は別注系がめちゃくちゃ出てくるってことなんで、まあ、今はほんま春物全盛期っていう形でね、まあ、これ見られてる方はそろそろ急いでね春物購入されてもいいんかなと思います。まあ、特にマウンテンパーカー系、あとはまあパーカーとかもね、チャンピオンのパーカーとかだと人気でなかなかサイズもなかったりするし、マウンテンパーカーも人気のものはねなくなったりするってことなんで、また今月もねどんどんレビューしていこうと思っておりますので、また見ていただければいいかなと思います。ということで本日はですね、あの短かったですけど3月の気になるニュースということをご紹介させていただいたという動画をご紹介させていただきました。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。